8011号 EF51 型は日本国有鉄道の前身である鉄道省が輸入した大型の直流用電気機関車である東海道本線東京高図館用にアメリカのウェスティングハウスエレクトリック車とボールドウィン車の合作により1926年に2両が製造された製造当初は8 1 0型と称したが1928年10月の 車両形式称号規定の改正により EF51 型に形式番号が改められた。一軸の先輪を有する旅客列車用の電気機関車で箱型の車体の前後にデッキがある。同じ輸入 F 型機でもむやみに角張っていて物骨なイギリス製の EF50 型と異なり直線基調だが簡潔でスマートな外観を備える。前面には 後体角が付けられて3面折り妻となっており、全面相下には砂箱が設けられている。屋根上にはパンタグラフが2機設置されている。同じメーカー製の ED53 型とは、車体の長さや足回りを除いて外観が非常に似ている。電装機器面では、主管制御機に電磁空気単位スイッチ式を採用しており、電動機の組み合わせも直列、自家並列、 並列の三段組み合わせ式である。さらに、高速度射断機を装備していた。このように全体として堅実な設計をとっていたことで、故障が少なく、使用成績は良好であった。これに意を得た、鉄道省は、国産大型機関車 EF52 系の開発に際し使用機器類について、本形式をはじめとする。 ウェスティングハウス系輸入機関車の基本システムを踏襲することで実用上の成功を収めた。その技術的系譜は戦後の EF58 型にまで及んでおり影響の強さが伺われる。本形式は実用上の信頼性は高かったものの二両という少数であったことと軸重の軽さから比較的早く地方選挙へ転出している。1931年には 上越線全通に伴い水上機関庫に転出し、ED16 型と共に清水トンネルを挟む、幻覚間の水上石田間で運用された。この時期撮影された写真では、上野新潟間の急行701.70 70に、列車など優等列車の牽引用に重当された、様子が伺える。同線は、勾配線区であることから、軸重を増加させるため機械室に支柱として、 レールを積み込んで使用されたが、歯車費等の関係もあって、寒冷地や勾配線区での使用には向かなかった。1936年には e f 1 0型が同線に導入されたことで、上越線での使用を終えた。その後は、東海道本線に戻ったが、阪和電気鉄道へ貸し出され、天王寺白浜間の直通順級、黒潮の繁和電気鉄道線内の県員に、 使用されたこともあった。太平洋戦争後は、半和線に転出し、客下療養で使用された。1954年頃には、八王子機関区に国立機関宿に転出し、南部線の貨物列車検引用に使用されたが、1959年9月に2両とも廃車となった。保存機及び譲渡機はないが、解体後も機器が共通の ED19 系の、 予備品として活用されたと言われる、形式図。ありがとうございます。